メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対会津セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の高橋光成、会津の先発は左の匠、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。0対0で迎える2回です。バッターは倉本、第9投げた初球打った、センターへの打球、センター下がった、ワンバウンドヒットになる。倉本2塁を狙う。倉本いいバッティングを見せました。会津5回の表、会津攻撃に入ります。先頭バッターは DH の倉本、第9投げた、インコースへ変化球ボール、第2球投げた、フォークボール見送ってストライク、第3球を投げました、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。会津追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で倉本投げました、ストレートはボール、第2球投げました、バッターの足元、第3球を投げました、打ちました、いい当たり、1、2塁間の打球アウト、スリーアウトチェンジ。満員のメットライフドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。会津悔しい敗戦です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は4対0、会津敗れました。メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対会津セパ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の森牧、会津の先発はベテラン岸以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。会津追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で倉本、内角高め外れてボール、第2球投げました、ボール、第3球を投げた、ボール低め、投げた、決まってストライク、次は5球目、5球目ストライク、さあ6球目投げた、結局フォアボール、フルカウント。合図同点のチャンスです。ツーアウト満塁という場面で倉本、第1打席はフォアボール、ボール、まずはアウトロー、第2球投げた、ストレートはストライク、第3球を投げた、ボール、第4球を投げました、打ったい当たりが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。満塁のランナー残塁、3回の表が終わって2対0、ライオンズ2点リードは変わりません。敗れました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき、
メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対会津セパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。ライオンズの先発は右の相内、会津の先発は右の斉藤、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。2回の表、会津攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者倉本、第9球危ない球、第2球投げました。打った、痛烈な当たり、ライトバック、ダイレクトフェンスに当たった。倉本一気に二塁へ、倉本ツーベース。合図追う展開で迎える4回です。今日ツーベースを打っている倉本、投げました、インコース低めストライク、タイミング合いません。第2球投げました、これもしかし空振り。第3球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。ここは3球で仕留められました。最後は見逃し三振に打ち取られました。4回の表が終わって9対0、愛内降板。マウンド上ピッチャーは佐野、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた、決まってストライク。第2球投げた、打った、流し打ち、中村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。はい、何としても得点を挙げたい9回です。バッター倉本、スタンドからは必死の声援が続いています。スライダー見送ってストライク。第2球投げた、決まった、ストライク。なんとか意地を見せてほしいところです。投球はこれから3球目、1つ外したボール。投球これから4球目、打った、セカンド左への打球、一塁送球アウト、試合終了です。合図大差で敗れました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は16対、最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。